皆さんこんにちは、ロンリーボイスステーションケニー木村でございます。今日はですね、おじさんのバスケットボールというテーマでお話をしたいというふうに思います。今ですね、私はもうすぐ還暦なんですけど、まだまだこのバスケを続けるつもり満々なんですよ。で、まあでもですよ、今シニアチーム40歳以上の人たちとやってますが、それでもだんだんやっぱり辛くなってきてるのは間違いない。いかんせん40歳と60歳の間には20歳分もの開きがあるので、これはこうかなりの開きになるわけですよ。自分はどんどん老いとともにですね、スピードもジャンプ力もなくなってきてますから。まあでもですよ、まだまだバスケを楽しむためにはどうしたらいいんだろうなってことを考えているので、今日はそんなお話をしたいと、60歳からのバスケというものを考えていきたいというふうに思っております。まあ、ちなみにですけども、今毎週のようにそのシニアチームでの練習が入っていて、ほぼほぼ 100% ではないんですが、出席率かなり高めで私は参加してます。まあ、なぜならばその練習全体の仕切りをやらなきゃいけないというところもありますし、まあ当然楽しいから、行きたいから、優先順位高めだからっていうのもあります。でもそれ以外にですよ、実は公園で、時間があれば週に1回、練習を個人的に、まあ、大体小1時間ですけどもやってます。このクソ暑い最中でもですね、練習を入れてるんですけども、まあ理由としては当然自分自身がスキルアップをしたいっていうのが一つ、それからもう一つは、まあ自分自身の健康のためっていうのがあります。なんか毎日毎日こう規則正しくですよ、走ったりとか運動をするっていうのが、まあ、多少苦手なタイプなので、特にこの時期はクソ暑いし、暑いとめちゃめちゃ汗かくんですね。新陳代謝がすごいので。そうすると毎度毎度もうびしゃびしゃになってシャワーを浴びなくちゃいけないとか、それからこう洗濯物がまあ増えて、なんかこうちょっとなみたいないうのもあるので、なんかそれもひっくるめて夏場は煩わしい。本当は毎日やってもいいんですよ、やれるならやってもいいと思うんですけども、その煩わしさもあって、まあ言い訳してますけどもやってない。でも週1回ぐらいはこうやってるわけです。で、実はですね、一回ちょっと、映像に撮ってみました。これも360度カメラで、撮ったんですけども、それを軽く編集したやつがあるので、それを皆さんにまず見ていただこうかなというふうに思ってます。
この日はですね、本当にフリースローがもう絶不調で、見ていただいた通り他のシュート入るんですよ。他にジャンプシュートというかミドルシュートというかはもう全然入るのに、なぜか、定位置であるフリースローからは、フリースローラインからおかしくなことになってるんですね。まあ映像見りゃわかります。もう手がですね、もう完全にこういう風なひねりをして、しかも肘も開きっぱなし。まあこれも私の野球やってた時からのもう癖みたいなもので、どう矯正してもなかなか治らないっていうのがあって、今はそれ込みで自分の感覚で投げてて、それの込みでのなんかこう成功率が上がってきてるんですけども、やっぱりですね、ちゃんとしたシュートフォームで、投げてないっていうことなので、ちゃんとしてないってことはこうブレが大きいんですよね。そのたんびごとに、ブレがあるので、そのブレが一回起こっちゃうと修正が難しいっていうことだと思います。まあでもジャンプシュートが入るっていうのも、フリースローの時のマインドというかメンタルと、それから、そのジャンプシュートを打つ時のこのメンタルが全然違うんでしょうね。もうスポーツはメンタルのところに左右されるのがめちゃくちゃ大きいですから、ゴルフなんかもそうだと思います。そのメンタルに左右されずに、きっちり技術力だけで精度をこう高めていくっていうことが当然大切なわけですね。でそのためにはやっぱり繰り返し練習をするしかない。これはもう、楽器も一緒です。体を動かすものはですね、慣れとともにできるようになる。人間なんてのはそんなもんなので、その精度を高められるかどうかっていうところで、やっぱり上手くなるのか、普通なのか下手なのかっていうところにこう分かれるわけですよね。でその精度をきっちり高めて、どんな、メンタルでも、状況でもその精度の高さを維持できるかどうかっていうのが、プロかどうかっていうところになってくんだろうなというふうには思いますが、まあ自分がですね、これからもまだまだその還暦を過ぎてもバスケットボールを続けていこうというふうに、するためには、じゃあどうしたらいいのってなると、その精度をやっぱり高めていくしかないんですよ。スピードは遅くなるし、それから、ジャンプ力もなくなるし、そうなってくると一回一回のシュートに、ものすごくこう重きを置かなくちゃいけないわけですね。一本一本大切に打って、一本一本ちゃんと入れるっていう、そのためにはじゃあもう繰り返して練習をするしかない。もう今こういうことですよ。体を動かすっていう、ただ単に走るだけよ、もうつまんないし、そこにボールがあった方が、まあ犬と一緒です。ボールだったら追いかけられるっていう、その、修正を、自分自身の修正を利用して、楽しめるスポーツってことになると、やっぱりバスケットボールっていうことになるんですけども。じゃあ、自分と同じ感じの感覚を持ったような人たちが、まあいっぱいいてくれてるというふうに思うんですけども、まあそれでもですね、老いには勝てないわけですよね。60歳以上の人たちが、どうやってこうバスケットボールをこう楽しめるかっていうことであったりとか、それから、バスケって学生時代に基礎を習わないと、いくら興味を持ってやりたいなっていうふうにある程度の年齢になった時に思っても、なかなかこうバスケットボールのチームに素人なんですけどもいいですかって参加するにはハードルの高い、スポーツだったりするわけですよ。でそこに
ガンと入ってくるおじさんたちを、まあ木村としてはケニーとしては受け入れてあげたいなっていうふうに思ってて、じゃあその人たちはもう一度そのバスケットボールをゼロからですよ、頑張って、上手くなって一緒にゲームを楽しめるようになろうとするためには、まあ並々ならぬ努力はそれなりに必要だと思うんですけども、もうなんか無駄な回り道をさせるのも時間がないので、効率よくおじさんの体力で毎日できる練習ってこういうことがありますよとか、そういうようなスキル技術アップみたいな部分の提案ができないかなというふうに考えていたりとか、それから今のこのバスケットボールの現状のルールですね、これはまあミニバス以上の人から、普通のバスケットボールの人からおじいちゃんまでルール一緒なんですよね。まあ無理あるじゃないですか。だからこそなんかこう60歳以上のバスケのシニアルールみたいなものを少しこう付け加えてやってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあそれがリングの高さなのか、コートの大きさなのか、あるいはフリースローレーンからゴールまでの距離なのか、みたいなところをなんかこう直すのは多分大変。普通の要はバスケットボールのコートを使えなくなっちゃうから。それはちょっと大変だと思うので、トラベリングを例えば、3歩まで OK にしようとかね。まあそうすると普通のバスケに戻った時にね、トラベリングの雨嵐になりますけども、まあトラベリングはちょっと許してやろう。で審判の方でそれは基本ね、通常のトラベリングを2歩までっていうところは維持してね、でも審判の方で許すっていう風にしてもらうとか、それから点数の方もプラス1点、これはよくあるんですよ。女子はプラス1点っていうのがあるんですけども、もう60歳以上はもうそれ採用しようよということであったりとか、もう一つはですね、おじさんへのこのなんていうのかな、ディフェンスをもうちょっと緩くしてあげようと。要は、やっぱこれも審判の裁量になってくるのかもしれないですけども、ハードなディフェンスはしちゃいけない。要はフェイストゥーフェイスのガチのチェックはしちゃいけないとか、なんかね、できねえかな。多分ですけど、おじさん同士でやるとお互い様なので、その辺お互い様になってきたりするんだと思うんですけどもね。それからマンツーマン禁止もいいんじゃないのかな。ゾーンしかやっちゃいけない、しかも 2-3 しかしちゃいけないとかね。どんどん多分バスケをちゃんと知ってる人からするとふざけんなよって、矛盾がいっぱいあるんだろうというふうに思われちゃうと、言われちゃうというふうに思ってるのは分かって言ってますけどもね。まあまあそんなようなことでおじさんバスケがもうちょっと楽しめないかなというふうに思ってます。あと一個だけ、小ネタをしたいというふうに思うんですけども、先ほど見ていただきました私が公園で練習をしている風景なんですけども、同じような感じで本当につい直近、最近ですよ、公園で、灼熱の中また練習をしていましたら、一人のおじさんが、私よりも同い年ぐらいかちょっと上ぐらいかなっていう、見かけはですよっていう方が来まして、その方はですね、もうきっちりなんかユニフォームというか、まあきっちりしてるわけですよ。私は普段のそういう練習の時はもうこんな T シャツと適当な、短パンしかしてないんですけども、まあそこにですね、一人でやってきまして、私はその時はですね、フリースローの練習をしてたんですけども、おもむろに、スマホをですね、自分の方に向けて、なんか喋り出したんですね。私は耳に音楽を聴きながら、まあ、ワイヤレスイヤホンをしながらやってるので、何を喋ってるかわかりません。おそらくですけども、おじさんユーチューバーなんだろうなと思います。スマホで撮影をしながらなんか喋ってる。で、喋り終わったら、コートに入ってきて、バックボードにボールを当てて、それをリバウンドを取って、そこから、まあ、シュートを入れるっていう、練習というかな、その動作をするんですけど、身なりからしたら、あ、この人は昔やってて相当すごそうだなと思ったんですが、入らない。まずは全部がぎこちない。で、取ったやつを入れるっていうのを5、6本連続で落としたかな。喋っては1回やって、また外したらまた、喋って、またやって、これを5、6回やって全部外したんで、5、6回目ぐらいには、スマホに向かってチキショーって切れてましたけども、まあ、全部本当に声は
あえて聞かないように、耳、ここはもうガンガン別の音楽が流れてる。多分ですけど、俺バスケットボールに挑戦してるぜ YouTuber おじさんなんだと思うんですけども、本当はね声かけて、なんかしたかったんですけど、まあ実はその後ろでね、多分自分も僕も映ってるんですよ、そのスマホには。でそのおじさんは一回やってまた喋りに、戻るので、その時に私がフリースローピョンとこうやってるんですが、その時はフリースロー調子よくて多分6本に1本ぐらいしか外さないんですよね。だからそのスマホには、バンバンフリースローを入れてるおじさんが一緒に映ってる。だからそんなおじさんが声かけてでもこの人ちょっとどう立場なくなったりすると嫌だなと思ったんで、その日は無視しました。まあでもその公演自体も、決まった公演、要は人があまり少ない公演だからこそそのおじさんそんなことやってたんで、また会えるような気がするんで、次はちょっと声かけて、何だったらロンリーボイスセッションでコラボしてみようかなというふうに思います。まあでもそんなおじさんが登場するぐらい、バスケが、盛り上がってきてんじゃないかなっていうことであったりとか、それからバスケットボールに挑戦したいおじさんもいるんじゃないかなっていうようなことを考えて、これからですね60歳以上のバスケを、私自身がいろんな意味で取り組んでいきたいというふうに思っております。それではまた。